ピイニスト、作曲家。バイオリニストで、イヴァンドルゴルコフの死生児であった父、ヤコブ・イバノビチより、音楽教育を受ける。1838年に、モスクワにおいて、バイオリニストとしてデビューする。1838年に、ボリショイ劇場付属管弦楽団のコンサートマスターに、任命されるが、1841年に辞任して、 ペテルブルク近郊ビクサの富裕な地主の農道オーケストラの指揮者に転校した。1846年に辞職し、ロシア国内での演奏旅行に取りかかる。1851年にペテルブルクに定住すると、イタリア歌劇団の演奏家やコンサートマスターとして演奏を続けた。1853年に、 オーケストラの活動を止めて、スモーリヌイ女学院で、ピアノ教師として務め出したが、1857年には、西洋に演奏旅行を行い、まずまずの成功を収めた。ロシアに戻ると作曲活動に没頭した。正規の音楽教育を受けなかったために、技巧面で不調和に陥りがちではあるものの、商品の分野で最大の美点を発揮している。中でも、 ロシアの民族音楽の旋律やリズムに触発された作品群で賞賛を浴びた。民族音楽に対する永続的な関心からロシアミニオーを混成四部合唱に編曲した曲集を1866年に出版して人気を集めた。室内楽では弦楽史重奏曲ボルガガワも同じく賞賛され、 翌1861年にロシア音楽協会から受賞した。歌劇は対照的にさほど熱狂的な評判を呼ばなかった。1870年にマリーンスキー劇場がアミラット・ベックを舞台化したものの、その後に再演されることはなかった。ステンカラー人は検閲を通過することができず、一方のバクラ・クズネッツは、 全く上演されなかった。それ以外の7つのオペラや還元楽曲の実質譜は出版に回されていない。アファナシエフの回想録、思い出の木は1890年に出版され、旅する演奏家としての経験を部分的には19世紀半ばのロシアの音楽界を俯瞰するものとして書き残している。没後の1896年には、 ロシア音楽協会の名誉会員に選ばれた。ありがとうございます。